小室雅子は、日本の元皇族。君党は、法冠大受賞。皇族時代の旧名御倉井は、真子内親王で、継承は殿下。お印ししは、木工うばら。秋篠宮文人親王と、同妃、典子の第一女子。天皇徳人はおじに、黒田清子はおばにあたる。妹に過去内親王、弟に、久人親王がいる。 上皇ヒトと上皇后、三チ子の初孫。皇族時代の住居は、東京都港区元赤坂の赤坂御用地内にある、秋篠宮邸。改修工事に伴い、2019年2月から、結婚まで、御家偶書に両親及び舞邸と、仮住まいしていた。1991年10月23日、宮内庁病院にて誕生。同日、玉物県の儀。 この時に、父方祖父の第125代天皇昭人から授けられた、守り刀は、重要無形文化財保持者に認定された、住屋忠志法の作。天皇昭人と皇后三子にとって初孫であった。同年10月29日、命名の儀が取り行われ、父、昭篠の宮文人親王により、政子と名付けられる。この名は、天性のものを失わず、 自然に、飾ることなく、ありのままに人生を歩む願いを込めて命名された。1998年4月、学習院初等科入学。その後学習院女子中、高等科に進学。この間、2005年頃からは、日本国内を中心として、両親の公務、接見に同行、同座することが多くなり、最年長のうち親能として、 国民の前に姿を現す機会も増えている。高校時代のあだ名は、マコシー。2006年8月3日から16日までの夏休み、期間中、オーストリアのウィーンでホームステイをした。ホームステイ先は、母方の祖父、川島達彦の仕事仲間だった、オーストリア人の家。かねてより美術や建築に関心があり、美術館や、 シュテファン大聖堂やシェーンブルーン宮殿などの建築物を見学した。2006年には、父、文人新王の三重県訪問に同行して、伊勢神宮式年遷宮の行事、川引きを視察、自ら行事に参加した。高等科在学中の2008年からは、単独公務も開始している。2009年11月、国際キリスト教大学を英養入試で受験して、 合格したことが発表された。2010年に学習委員長志高考等科を卒業し、同年4月、国際キリスト教大学教養学部、アーツサイエンス学科に入学。後続の同大学への入学は、初となる。説明滑走協議部に入部した。同年7月14日から、同大学の海外英語研修として、アイルランド共和国に留学し、 一ヶ月間、アイルランド国立大学ダブリン校で英語を学んだ。他、研修生の一員として、アイルランド大統領のメアリー・マッカリースとの懇談や、イギリスの北アイルランド地方への訪問も行った。2011年7月、東北地方太平洋沖地震の被災地で身分を隠して、ボランティア活動を行った。同年10月23日、青年を迎え、 交換大受賞を授与された。以後、青年皇族として、各種行事、儀式に出席している。2012年4月、3学年に進級し、美術、文化財研究を専攻。在学中に、学芸員資格及び運転免許証を取得。2012年8月3日、同年9月から2013年5月までイギリスの、 エディンバラ大学に留学することが閣議で報告された。同大学では美術史などを学んだ。皇族の同大学への留学は高窓宮家の継ぐ子女王に次いで二人目となる。2014年3月、国際キリスト教大学教養学部を卒業し、学士の学位を習得。卒業論文は日本神話を題材とした絵画をテーマとした明治時代における。 神話画の誕生、発展、そして葛藤。同年国際陶磁器フェスティバル、美の名誉総裁に就任。2014年9月、レスター大学大学院博物館学研究科に入学し、日本を離れる。翌2015年9月、同大学院の家庭を終えて帰国する。大学院在学中は、他の学生と変わらず、学生寮で生活し、 サイモンネル教授の指導のもと、ブラッシュカフ氏の海洋生物模型を題材に、修士論文、博物館における、オブジェクトの解釈の可能性を執筆したほか、イギリス王室との交流も行った。また、2015年7月から8週間、コベントリーのハーバート美術博物館で、実務研修プログラムに参加し、レスターのニューウォーク博物美術館での研究にも、従事した。 帰国後の同年10月、父、文人親王から引き継ぐ形で、日本テニス協会名誉総裁に就任。全日本テニス選手権表彰式では、天皇杯を授与している。同年11月、東京大学総合研究博物館客員、研究員に就任。2016年1月21日、レスター大大学院の修了式に出席し、終士の学記を受けた。 同年、JP タワー学術文化総合ミュージアム、インターメディアテク客員研究員就任。同年4月1日、東京大学総合研究博物館特任、研究員に就任。公務を優先しながら、週3回ほど勤務している。同年6月15日、日本工芸会総裁に就任。同会の主要事業である、日本伝統工芸展では、 総裁賞と高松の宮記念賞の選定を行っている。同年9月、国際キリスト教大学大学院アーツサイエンス研究科博士後期課程に入学し、比較文化を研究領域とする博物館学を中心に研究に取り組む。2017年5月16日、国際キリスト教大学の同級生で、法律事務所勤務の小室圭と婚約する準備が、 進められていると報道された。同日、宮内庁も婚約することを明らかにし、当初は、同年秋以降に予定していた、婚約内定発表を前倒しすることになった。同年9月3日、午前、祖父にあたる、当時の天皇、秋人の採下を得て婚約が内定し、午前11時15分、宮内庁長官、山本慎一郎が、 婚約内定を正式発表した。同日午後3時、マコ内心王と K は赤坂御用地内の赤坂東邸で婚約内定会見を行った。なお、婚約内定は7月8日に発表される予定だったが、平成29年7月九州北部豪雨を受けて延期されている。その後、小室 K の母親と元婚約者との間に、 金銭問題が生じているなど系の過程をめぐる様々な報道が相次ぎ2018年2月6日宮内庁はマコ内親王の農祭の儀をはじめとする結婚関係書儀式を延期すると発表した。マコ内親王は文書でお気持ちを公表し予期せぬ時期の報道をきっかけに結婚に関わる様々な行事や結婚後の生活に向けて二人で 話し合い、それぞれの親や関係する人々と相談しながら準備を進めてきたが、現在予定している秋の結婚までに行う、諸行事や結婚後の生活について十分な準備を行う時間がないことを認識するようになったためだと説明した。私たちは今まで結婚に関わる様々な行事や結婚後の生活に向けて二人で話し合い、 それぞれの親や関係する方々と相談しながら準備を進めてまいりました。しかし、その過程で現在予定している秋の結婚までに行う諸行事や結婚後の生活について十分な準備を行う時間的余裕がないことを認識するようになりました。これまでのことを振り返ってみたいと思います。昨年5月、予期せぬ時期に婚約報道がなされました。 このことに私たちは困惑いたしましたが結婚の意思を固めていたことから曖昧な状態を長引かせない方が良いとの判断をし当初の予定を大きく前倒しして婚約が内定した旨を発表することにいたしました婚約の内定発表に際しては多くの方々がお祝いのお気持ちを寄せてくださったことを大変ありがたく思っておりますその後 昨年11月には、それ以降の諸行事の予定を立て、発表いたしました。しかし、いろいろなことを急ぎすぎていたのだと思います。ここで一度、この速度が自分たちに本当に合っているのかを慎重に考えるべきでしたが、婚約の内定発表に関しても、それ以降の事柄に関しても、私たちはそのまま前に進むという選択をしていりました。今、私たちは、 結婚という人生の節目をより良い形で迎えたいと考えております。そしてそのために二人で結婚についてより深く具体的に考えるとともに結婚までのそして結婚後の準備に十分な時間をかけてできるところまで深めていきたいと思っております。本来であれば婚約内定の発表をするまでにその次元に到達していることが望ましかったとは思いますが それが叶わなかったのは、私たちの未熟さゆえであると反省するばかりです。これらのことを踏まえ、それぞれの親や、関係の皆様と相談を重ねた結果、この度、今後の私たちの結婚とそれに関わる、諸行事を、これから取り行われる皇室にとって、重要な一連のお儀式が滞りなく終了した後の、再来年に延期し、 十分な時間をとって必要な準備を行うのが適切であるとの判断に至りました。一度決めた予定を大幅に変更することは私たちの結婚に心よく協力してくださっている方々に多大なご迷惑とさらなるご負担をおかけすることとなり大変申し訳なく思っております。私は結婚に関わる諸行事を延期したい旨。 天皇皇后両陛下にご報告申し上げました。両陛下は、私たち二人の気持ちを尊重してくださいました。私たちは、この旅の延期を、新たな生活を始めるための時間を作る良い機会と、考え、その時間を大切に、結婚までの期間を過ごして参りたいと思います。マコ内殿下、宮内庁2018年11月22日、父、 文人親王は、五十三は、53歳の誕生日に先立って、行われた、記者会見の際に、今でも、その二人が結婚したいという気持ちがあるのであれば、やはりそれ相応の対応をすべきだと指摘し、多くの人が納得し喜んでくれる状況にならなければ、いわゆる婚約にあたる納災の儀を行うことができない、との認識を示した。 2020年9月11日、母、秋篠宮日の折子は、54歳の誕生日に際して、文章を発表し、長女の気持ちをできる限り尊重すると思いあった。11月13日、マコ内親王は、自身の小室圭との結婚について、お気持ちとして、宮内庁を通じて、文章を公表した。その中で、結婚は、私たちにとって、 自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択と述べ改めて結婚への強い意志を表明した。一昨年の2月7日に私と小室圭さんの結婚とそれに関わる諸行事を皇室にとって重要な一連のお儀式が滞りなく終了した後の本年に延期することをお知らせいたしました。新型コロナウイルスの影響が続く中ではありますが 11月8日に立講師の例が終わった今、両親の理解を得た上で、改めて私たちの気持ちをお伝えいたしたく思います。前回は、行事や結婚後の生活について、十分な準備を行う時間的余裕がないことが、延期の理由である旨をお伝えいたしました。それから、今日までの間、私たちは、自分たちの結婚及びその後の生活がどう、あるべきかを、 今一度考えるとともに様々なことを話し合いながら過ごしてまいりました。私たちの気持ちを思いやり温かく見守ってくださっている方々がいらっしゃいますことを心よりありがたく思っております。一方で私たち二人がこの結婚に関してどのように考えているのかが伝わらない状況が長く続き心配されている方々もいらっしゃると思います。また、 様々な理由から、この結婚について否定的に考えている方がいらっしゃることも承知しております。しかし、私たちにとっては、お互いこそが幸せな時も不幸せな時も寄り添い合える、かけがえのない存在であり、結婚は私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択です。今後の予定等については、 今の時点で具体的なものをお知らせすることは難しい状況ですが結婚に向けて私たちそれぞれが自身の家族とも相談をしながら進んで参りたいと思っております。この度私がこの文章を公表するにあたり天皇皇后両陛下と上皇上皇后両陛下にご報告を申し上げました。天皇皇后両陛下と上皇上皇后両陛下が 私の気持ちを尊重して静かにお見守りくださっていることに深く感謝申し上げております。同年11月20日、父の文人新王は55歳の誕生日記者会見で結婚することを認めるとし、婚姻の自由を保障した憲法の規定を理由に、二人の結婚を容認する気持ちを初めて明言した。 アメリカ合衆国に留学中のケイと離れ離れになっていても、非常に公務に励む娘の姿を見て、決意を固められたという。一方で、決して多くの人が納得し、喜んでくれている状況ではないとも述べ、やはりそれが見える形になるというのは、必要なことと一定の対応を促した。また、結婚と婚約は違うとの見解を示し、 憲法にある結婚は認めるものの、両家の約束にあたる婚約の儀式実施については含みを残した。11月30日、内閣官房長官の加藤勝信は同日午前の定例会見で、文人新王がマコ内新王と K の結婚を認めると発言したことについて、政府としては今後とも静かに見守っていきたいと述べた。また、 文人ひとが婚約の条件として多くの人が受け入れることを挙げたと指摘し、一般論として多くの人にお祝いされるのは親としては当然なのではないかとも語った。12月3日、皇室会議を呼び、皇室経済会議元議員で、現予備議員の伊吹文明は、K の姿勢に異例の苦言を呈し一連のトラブルについて国民への 説明責任を果たすよう求めた。12月10日、宮内庁長官、西村康彦は、定例の記者会見で、結婚に向けて、批判に対して、説明責任を果たすべき方が果たしていくことが極めて、重要だと考えていると述べ、慶親子側の対応を求めた。2021年2月19日、おじの天皇特人は、誕生日に先立って行われた。 記者会見にて、自身の命であるマコ内親王の結婚問題に言及し、国民の間で様々な意見があることは私も承知しておりますとした上で、マコ内親王がご両親とよく話し合い、秋篠宮が言ったように、多くの人が納得し喜んでくれる状況になることを願っておりますと述べた。2021年9月1日、年内に結婚すると報じられた。 皇室経済法第6条に定められた皇籍離脱後の秘密保持を目的とした一時金の支給については受け取りを辞退する意向を示した。結婚後の新生活は、K の住居のあるニューヨークで始める見通しとなっている。9月27日には、ニューヨークから K が一時帰国した。10月1日に、宮内庁は10月26日にマコ内心の音。 小室圭が結婚することを発表した。農祭の儀や、国旗の儀、入り台の儀や県所高齢電神殿に越するの儀、証券の儀などの結婚関連儀式を呼び、結婚式など家と家との行事について、天皇特人が示した、多くの人が納得し、喜んでくれる状況ではない状況を踏まえ、取り行わない判断を下した。さらに、西村康彦宮内庁長官は、 一時金についてはマコ内親王の,の意向を踏まえて支給しないこと、皇室経済会議も開催しないことを決定した。また、2018年頃から多くの国民から誹謗中傷にさらされ、人生が壊されるという恐怖感が持続し、悲観的になり、幸福感を感じるのが難しい状態になっているとして、 複雑性 PTSD と診断されていることも合わせて発表した。これについて、会見に同席した NTT 東日本関東病院品質保障室長である精神科医、秋山剛氏は、公的な活動や結婚の準備に支障はない、周囲の方々の温かい見守りがあれば、健康の回復は速やかに進むと考えられると説明している。 結婚に踏み切った理由として、マコ内親王が、自身と、家族、婚約内定者とその家族に対する誹謗中傷と、感じられる出来事が続いたことで、これ以上この状況が続くことは耐えられないと、考えるようになったと発表した。10月12日には、天皇陵である、武蔵陵墓地を訪れ、曽祖,祖父、昭和天皇の武蔵屋陵と、ひいばば、 公順皇后の武蔵や東寮を参拝し、その一週間後の19日には、皇居にて、皇室の祖先を建て祭る賢所と高例殿を、私的に参拝し、同年10月26日に結婚することを報告。本来ならば、女房小族を身につけ、宮中三殿を参拝する、賢所高例殿神殿にエッするの儀が行われるが、公式行事ではないため、 洋装のロングドレスを身につけ、外から参拝した。同日、母方の祖父である、川島達彦が緊急入院した。また、22日には、おじ母にあたる、天皇、皇后に結婚を報告するため皇居を訪問。結婚に関する儀式を行わないことから、証券の儀に代わる訪問となった。皇居には、約1時間半前後を滞在し、 途中から10枚に当たる愛子内親王も同席し、和やかな雰囲気だったという。25日には、戦闘仮御所を訪問し、祖父母に当たる、上皇、上皇后に結婚を報告した。10月26日午前10時頃に、婚姻届を、宮内庁の職員が代理で提出、受理され、マ子内親王は、皇籍離脱、小室雅子となった。戸籍が作られたことにより、 職業選択や居住移転の自由を得ることになった。また、賛成権も得ることになったが、公職選挙法の規定により、公示の時点で選挙人名簿に登録されている必要があるので、5日後の同月31日に投開票が行われた第49回衆議院議員総選挙の投票を行うことはできなかった。10月26日午後に予定されている。 結婚会見については、当初は、記者からの質問に回答する予定だったが、事前に受け取った質問から5つに回答する文章退席後に配布する形式へと変更した。会見において、結婚は、自分たちの心を大切に守りながら生きていくために、必要な選択でしたと述解した。質疑応答を取りやめた理由について、宮内庁は、ま子さまは、事前に受け取った。 質問の中に誤った情報が事実であるかのような印象を与えかねないものが含まれていることに強い衝撃を受けられたと明かした。同日午後2時頃、二人は都内のホテルで記者会見に臨み、予定通り冒頭10分程度発言した後、事前質問への回答文書を配布して会場を後にした。同日、宮内庁は父、文人親王の ご迷惑をおかけした方々に誠に申し訳ない気持ちでおります。今回、皇室としては類例を見ない結婚となりました。という内容のコメントを公表した。2015年12月、ホンジュラス訪問時、ブラジルやペルー、ボリビアなど、日本人移民の歴史を持つ南米各国とのパイプ役を上皇を呼び、上皇后から引き継いだほか、ブータン王室とも家族ぐるみの交流がある。 皇族だった際には未成年時は年間305万円。成年になってからは年間915万円が後続費として毎年支払われていた。マコ内親王に関するカテゴリー、ありがとうございます。